三井金属工業株式会社は、金属精錬、電子材料製造、自動車部品製造を主な事業とする三井グループの大手非鉄金属メーカーである。上岡鉱山採掘からスタートし、財閥解体に伴う三井鉱山からの分離により、会社設立。設立当初は、朝鮮戦争の特殊景気により、金属価格が高騰、有料企業として、 業績を伸ばした。しかしながら、1980年代の急激な円高による地金価格の下落、上岡鉱山の亜鉛精錬を原因とする遺体遺体病に対する保障などで、業績は悪化、長期無敗となるなど長く経営不振が続いた。業績回復のきっかけになったのは1993年、宮村新平が社長に就任。ベースアップ停止、 一時金の増減による業績連動型の年収管理制度の導入など時代に先駆けた労務改革及び精錬にとらわれない業種転換によって経営再建が行われた。現在は地金などの基礎素材とともに銅箔二輪アンド四輪向けハイガス浄化用触媒、薄膜材料などの中間素材、自動車部品などの組み立て加工にも注力しており、 総合素材メーカーと呼ぶべき事業内容となっている。自動車ドアロック部品、同白で世界トップクラスを誇る。本社日本国内生産拠点機能、材料事業本部金属事業本部関連事業、統括部機能材料事業金属事業自動車、部品事業関連事業。ありがとうございます。